はい、コロナウイルスの影響もあって、すべての産業が止まって、観光も止まって、インバウンドも、それから貿易、取引もなくなってきます。多分皆さんがお勤めの会社も、どんどんね、倒産に向かっていくと思うんですよ。これは本当にそうです。で、そういう時に、不況になった時に、何に注目が集まるかっていうと、やっぱりね、投資なんですよね。で、その投資も難しいものからやるんではなくて、常々言ってますけども、一番簡単な基礎なのは FX なんでね、ぜひ FX をマスターしていただきたいと思いますとともに、これからもね、勝てる FX をどん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 お送りしていきますので、しっかり見ていただければと思います。さあ今日はですね、ドル円の15分を見ています。15分を見ることはめったにないんですけども、これ勝つためですからね、皆さん15分にお付き合いください。で、まずはね、最近の動きなんですけども、ここ1時間、2時間ですけども、この15分の形を見たときに気づいていただきたいのは、一番上、てっぺんはどこにあるのかってことです。ヒゲも込みでちょっとね、線を引きますね。丸ですけども。で、今度低いところ。丸を引きます。この手順を忘れないでくださいね。こうですよ。こんな感じで。まあ、もちろん、こういうところに丸つけてもいいと思います。で、今度は、高値ですよ。高値をこうね、線で結ぶわけですよ。これ、正確じゃなくていいんですけども、ピッと結びましょう。実線を結ぶ方もいるし、ヒゲを結ぶ方もいます。で、ヒゲを結ぶときもあるし、実線を結ぶときもあります。で、あとはですね、こういうふうな形ですよね。で、もうちょっと言うと、限定的に言うと、これ、ゾーンというか、レンジですよね。レンジっていうのは、間隔と言いますかね、幅と言いますかね。この間で、チャートが推移してますよってものを表すんですけども、このね、縦幅がどんどんちっちゃくなってきてて、見てください。最近でしたらここまで来てるでしょ。ここからここの間で推移してるんですよ。15分足、ここのところ、3時間、4時間、5時間ぐらいはね。で、もうちょっと前はかなり大きな幅で推移したじゃないですか。その前の時間っていうのはこの幅で推移したんですよね。ここに注目を持ったときに1時間を見ますけども、1時間ね。これが1時間ですけども、ぐーっと上昇してきて N を書いて、もう1回 N が出るかなと思ったら出てないと。こっからはどちらかというとペナントとかに向かってるんですよ。で、上下の幅がご覧、お話したようにちょっと少なくなってきてると。これはブレイクの直前というふうに考えるんですよ。横ばいになってきてブレイクすると。トレンドの方向に行くのか、それともトレンドから反発して下に行くのかって差はありますけども、そういうふうにここまで解説できるようになると、まあ、基礽はできたかなってことです。皆さんはどういうふうに解説できたかなというところですね。で、今後の動きとしては横ばいが続いて、おそらく上の方に跳ねると思いますけども、その検討はまた次回でさせていただきます。それではありがとうございました。